まあ、カナダモがもうブワーッと生えてて、そこあのマットあるでしょ、あのマットからスパーンってなくなってる、ね、だいぶインサイドだけど、ターンとか悪い水入ったら絶対インサイドの方が魚活性高いですからね。白濁り入っちゃうと今そこで釣れてたエリアからなんかねサイズがすごい下がる、45とかそれぐらいの。おっしゃ、おおすげえな、水面炸裂だったよ。ナイススタイルじゃないですかこれ。やばいな、下がかりだねこれ。下からよいしょ、フロットタイプだけど、なんかタイミング変えた方がいいな。基本大金ダムのエリアで、その大金ダムがまだ根が残ってるってちょろちょろって残ってるんで、そこに魚がね結構溜まってるんですけどね。ウィードトップ 3.5 メーターぐらいでやってるんですけど、結構それに対しては結構潜るクランクなんで、クランク投げる距離もあんまロングキャストしてないんです。ほんとこの辺でウィード引っかかるぐらいがです。ボート際3メーターぐらいかな。アユが入って、ギルがあんまいないんで、ボトムにほんとかするぐらいで、今カスカベル使ってるんですけど、もう途中からちょっと竿を上げてちょっと寝かしてとか、ちょっとかする本当に微妙なレンジを引いてくると結構釣る。で濁りすごいから、カスカベルぐらい動きブリブリしないと全然アピールない。しかもこんだけ荒れてるし、シーアンカーってほんとすげえな、全然流す。おっしゃ、ほらハイギアゴリ巻き中層、腕いってよいしょ、うん、風でよいしょ、見てます、よいしょ、ういボテボテ、はい。クランクベイトってやっぱなんか物に当てて当てないと食わなかったりするんですけど、そこをカバーするためにもうハイギアのリールで重くそ巻くと、もう高速、超高速、腕パンパンにやりますよ。おっしゃ、ああ食ったけどちっちゃいか。やっぱめっちゃ速い動きに反応しますね、がっつり食ってくると。こうやって今年は基本濁りがあるとこしか釣ってないですね。クリアな水は避けてるっていうか、若干のこうチラリズムがバスにも必要だと思う。おっしゃ、来たー。どうですかこのハイスピード、カツカツ真っ白な魚、はい、魚探でウィードがウィードのパッチがボコってなって、そこにもう魚の影がピューンってもう中層に映ってたの。
一発目はその魚探に映らず釣れて、で二発目釣れた時にもうベイトから釣り出して、で通過した時に5等角、今5等ぐらいだけど、通過する2等目はもう釣れなかったから、これはもう固まってるなって感じで、そっちのウィード来た方に投げたらもう一発。濁ったりとか放水強くなったりとかすると魚一箇所に固まるんだよ、ちゃんとしたウィードに。だから今年ウィードが少ないなりにその一箇所に固まる傾向がすごい強いですね。おっしゃおっしゃ、でけえぞこれ、でけえか、やっぱ同じとこですね。あ、でかく、あー、ロージアップか、でもね、頼むから、いいよ、いいショット、ふっふっふっ、ポチーンときた、ブリブリブリトニー、はい、口ゴチーン、おっしゃ、おー、でけえぞこれ、またよ、ドラグ超出る、これはドラグ使った方がいい、クラッチで対応しきれない、このパワフルか、うわ、一本がかり一本がかり一本がかり、よし、ゴチーンこれやばいよ、来てます来てます、二の腕のたるみが気になるあなたハイギアクランキングはいかがでしょうか。半端なく暑い。おっしゃ。食ったー。でかいか。お、これいいんじゃねえの。よっしゃ、これいいよ多分。おお、すっげえ突っ込む必要だ、ドラグ出しとくか、頼む、バレんなよ、俺の手元に来いよ、めっちゃ引くぞ、握れすんなよ、頼むぞ、ドキドキしてきたぜこれ、頼む頼む頼む、でかい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 、頼む、ああ、5パチぐらいあったのに、おし、頼むぜ今度は、うわ全然引きちげえわ、うわー、こうかかったら絶対バレんわこれ、こういう風に。ちょっとでもゴミついちゃうとクランクベタがこうね曲がっちゃうんで、ゴミはほんと取って、ね、ローギアのリールとかだったらね、パッケージがこう開けたままこうね巻けばまっすぐ泳いでくるんですけど、やっぱちょっと若干こうトゥルーチューンは絶対してくださいね、思いっきり巻いた時にもうまっすぐ泳いでくるように。やり方としたらこうちょっとだけ投げて竿を立てて思いっきり巻いてみるんです、こうやってオラ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 って、で曲がるやつはこっち行っちゃったりこっち行っちゃったりするんですけど、今みたいに思いっきり巻いてもまっすぐ泳いでくる、それのように右に、ま、曲がっちゃうならちょっとだけこう左に、はい、ちょっとだけ倒してほんのちょっとする、で微調整しながら、全然でかくねえなこれ、あがっつりかかってんねや、よいしょ、めっちゃ釣れる皆さんはバラさず取りましょう、焦らずよっしゃ、バ
れるなよ。ああ、でか。腕つった。腕じゃね。疲れますけど、頑張ってやりましょう。腕パンパンも。今日はね、このカスカベル濁り、もうめっちゃ台風で濁ってたんですけど、この濁りに強いカスカベルをこのハイギアリールでもう超高速巻きですね、うわーって巻いて、もうあのそういうハイスピードで食わせるっていう感じで、もうめっちゃ釣れたんですけど、腕パンパンになるんですけど、めっちゃ釣れるんで、皆さんもモッコリーズブートキャンプに入隊したらいかがでしょうか。